どうしよう。Okay. If you won't fall, I'll make you. さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ、今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか。いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て。竹地が土佐に帰っただと。知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事はな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。I really expected someone to be on that roof.幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人、覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬。しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも龍馬は再び覆面の男を追い始める。
あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあ、おりょうちゃん。これは。お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな、おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあ、そろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。I probably should have just left the video running last time. I didn't expect to be that close to the end of chapter 4. Guess I'm leaving this here.